やろうか、うん、俺走ってくるから20分走るか測ってもらっていい？はーい、うん、レオンさんは体で柔軟してて、はい、あとコメント拾ってでもいいから20分。じゃあ僕は走ってきます。いつも通り。よーい、スタート。マキさんが、マキさんが、あー、ありがとうございます。あ、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 柔軟体操します。うー、あ、ありがとうございます。あさやんさんは、あさやんさんいらっしゃい。あ、バーガーありがとうございます。バーガー、バーガーありがとう。バーガー、風船ありがとうございます。風船もらったの、うん、よかったね。風船みんなありがとね。風船、ニクオリスナーさん、カズミチさん、彼女さん、お疲れ様です。風船ありがとうございます。風船、皆様もお疲れ様です。誰？聞く、なんとかさん、聞く、16分です。いいね。また柔らかくするんだよ。ケイン食べちゃった。
ん、こんばんは。いつも応援ありがとうございます。ごたさん、ね、非行リスナーさん、女子格闘家の方ですか？レイナさん、パコリ配信してよ。パコリ配信はしないです。マムさん、仲直りしたの？仲良しです。ラブラブです。あと14分、はい、ママさん、よかったよかった。仲直りしました。仲良しです。中ちゃんさん、あ、おーと、こんばんは。中ちゃん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。背中の毛はむしらないでください。50名さんいらっしゃい。やめな、楽しんでってください。50名様、楽しんでってください。マキルさん、どんちゃんに、あー、ハムピー、花火、花火、ドカーン、花火ありがとうございます。わー、花火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 ありがとうございます。花火いきます。ドカーン、ドカーン、花火ありがとうございます。花火もらありがとうございます。ありがとうございます。中ちゃんさん、どんちきどんちき、アスタリスク、アスタリスク、どんちきどんちき、花火、ドカーン、うん、赤い靴ですよね。あの靴はまだ新しいから臭くない。前の靴はもう臭い。いつも履いてる革靴が超臭い。あと何分？あと11分。11分？うん。はいよ。柔軟体操してまーす。中ちゃんさん、納豆臭わら。そう、納豆臭すんで、あれ。本田さくらんぼさんとか。なんかね、納豆のね、濃縮した匂いみたいなやつ。なんかどっかの外国の謎のチーズみたいな感じ。ふんたんも体温める。よし、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 
さん、のんちゃん、受けるわら。80名さん、楽しんでってください。中ちゃんさん、これおもろいわら。やる、ふしふし、ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ツー、ふしふし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 、マキルさん、のんちゃんの方が運動量多そう。運動神経いいよ。おお、やるね。Y 字バランス。わあ、足蹴り。英雄さん、ピーリック。中ちゃんさん、88,888。イエーイ。すごい。パチパチ、ありがとうございます。柔軟体操、柔軟体操。体柔らかいんだよ、のんちゃん。あと8分でーす。ひよこちゃんだ。柔らかいです。延長自動にしといたっけ。ちょっと見せて。あと何分。よしよしよし、俺のランニング。7分。あと7分自動になってる、うん、あと7分。わせわせ。バンのサイドシャイ。あと6分。わっせわっせ、バカップルじゃないよ。あと何分。5分。あと5分。
炭酸でもお似合いだ。30秒。 au さん、香川プロ T シャツ着てるわら。龍一影の分担さん、本場は香川が一番好きなんだ。龍一見てる。少女2つのハート、菊里さん、和戸くんとどうやって知り合ったの？龍一地獄少女さんはどつ、和道さんとは、なんだ、オフ会です。オフ会で知り合いました。こんな感じ。3分。コメントなんて。あ、俺とどうやって知り合ったか。そう、語ってていいよ。うん、オフ会で知り合いました。ゴンタさくらんぼさん、ファイティン。ファイティン。今日これで温まってきたな。温まってきたぞ。どうもー。地獄少女2つのハート、菊里さん、彼女さんと年いくつですか？年齢は47歳です。100名さんいらっしゃい。シュッシュッ。あと2分。あと2分。47です。ファイティン、ファイティン。今日はこれをつけてやるんだ。くっつけてやるぞ。パンチ、アンパンチ。閉経っていうか、なんだろう、子宮の手術をして、で子宮はないです。
ヒュン。でかい。重たい。あ、終わった。はいよ。ねえ、若いよね。どうも皆さんこんばんは、ワドです。よし、じゃあ運動、あのストレッチする。これでボコボコにしてやんよ。だん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 。お疲れ。マサイさんお疲れ様です。中ちゃんさんグローブ重くない？重い。重いでしょ。これもうダメ、筋肉痛。つけただけで筋肉痛。こんな大きい。七時黒九時さんを戻ってるおメスはどつです。おメスワドツです。どうもワドツ。イエーイ、クロさんワドツ。ひひゃ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 。甘いよ。中ちゃんさん顔ぐらいある。ほんとこれぐらいでかい。応援ありがとうございます。まさとさん2人ともお疲れ。お疲れ様です。やげい。あ、こっちか。よし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 。おいしゅう。ゴンタさくらんぼさんお腹。お腹さんお腹わら。腹毛がすごい。うるせえ。腹毛がブオーとか出てる。中ちゃんさん鰹節の行方が気になる。鰹節あ、鰹節持って帰る。1個持って帰る、うん。ありがとうございます。のんちゃんファンいるからね。イエーイ。仕事してないです。イエーイ。お掃除してます、お部屋の。寝返しもつければ。ギャランドゥだ。そう、腹毛はギャランドゥ。あ、正義の味方さん、ヤッハ、いらっしゃい。正義の味方、あと2回あるけど、明日か来週来る？
ど、ここペリペリって言ってるんだけど、ここつけなくていいんで、ここかぶせるだけでいい。ありがとう、嬉しいよ嬉しいよ。地獄少女2つのハート、キクリさん同棲してるの。いいじゃん。かっこいいよ。よし、やったー、ガンダム。ガンダム。ガヒン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 。ちょっとこっち側来ないと。俺の後ろから。ガヒン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 。さすがさすが。さすが。あ、これ。違う違う。クリップ。クリップ。そこにも貼ってた。ゴム通すやん。ゴム通すもん。え、それ持って帰んの？帰んの？ないんですよ、あげん。いない、クリップ。安全ピン。ない。左右逆だよ、それ。どうでしょう。あ、逆じゃないか。福島先生です。そっかそっか。違う。空手打ち方なんだよ、基本の構えは。安心だけど。三鎮。三つの戦い、三鎮だ。中国語で。中国っていうか、琉球語か。三鎮。三鎮。海と陸と、あとなんだっけ。海の幸、山の幸。山地ってどういう意味だっけ？海、山、陸かな？ラムちゃんさん離婚してないんだ。ふぅ。同棲はしてないです。自分の家にいつも帰ってます。あ、ラムちゃん離婚してないです。訂正しといては未だに問い合わせてるからめんどくさいんだよ。消した。ノンさんこんばんは、チルダ。アスタリスクアスタリスク2つのハート、こんばんは。ノンさんこんばんは。これから戦います。これもつけるぞ。渚さん寒い。のんさんのんさん寒くないのわら。あ、今日はなんかあったかいです。寒くないです。あったかいね。イエーイ。
ハトーキン、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 ハトーキン。寒くないよ。そう。波動拳、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 波動拳。メンヘラがいるな。昇竜拳。ソニプン。サマソン。頑張ります。ありがとうございます。ほよ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 。ファイヤーハドケン。パワーゲイザー。うまい。知らない？パワーゲイザー。パワーゲイザー。なんだっけパワーゲイザーってあるやつ。なんだっけな。テリーさん、テリーと。ゴンタサクランボさん、わらわらわら。ありがとう。マジっすか。ネオバさんありがとうございます。ちなみにテルチャンピンの僕らどっち応援するんですか。テルっすか。みんなどっち応援するか書いて。青山の人は青山、和道の人は和道で。芝子さんいらっしゃい。トシアンアットマークチュンリーさん、ゲームのやつ懐かしい。優しいね。俺はチュンリー使いだった。宗教の話、あ、ぜひぜひ今度やりましょう。何でも質問していただけたら、あの宗教枠っていうか雑談枠の時だったらいつでもやりますよ。宗教っつっても俺が一番詳しいのは仏教だけどね。原始仏教。カレンちゃんさん本格的ですね。アスタリスク、アスタリスク、カズミさん応援します。うん、仲直りしてるよ。彼女と仲直りしてる。マサトさん、カズミチさん、どうも。青マスさん、彼女47、彼女47、若くない？ 47 に見える？可愛いでしょ。奇跡の47歳だから。ネオバさん、テルチャンピンさん、あまり知らない。あまり知らないか。ありがとう。僕は面白い人応援するから、カズミチさんかな。俺？ネオバさんじゃ繋いで。キンハエさん47、モンタサクランボさん、ワドさん、47です。カレンちゃんさん、電波良いですね。高画質、コート、コート。今日あったかいね。今日あったかいよ。テルチャンピンか、テルチャンピン。イエーイ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 。キンハエさん仕事してる？あ、
私はお仕事はしておりません。自宅警備員です。自宅警備員です。カレンちゃん、3怪我しないように気をつけてください。アスタリスクコート、コートアスタリスク、イエイ。怪我しないように気をつけます。選曲の天人さん、どうやって食ってるの？パパポ、パパポで食べてます。パパポ。全国の天人さん仕事してないのに。そう、パパポです。自宅でパパポです。金ハエさん、タバコ。パパポ。パパポ。パパポです。全国の天人さん、パパポって何？お父さんからお小遣いをもらって生活しています。選曲の天人さん、パパのポッケ。そう、パパのポッケです。金ハエさん、実の親です。スキークラもらってる？スキークラは秘密です。いつも2時間ぐらい練習してます。和道さんは2時間ぐらい練習してます。シャドウやるよ。はい、でグローブ最初なし、3分。でラスト15秒でラッシュかけるから、うん、あの教えて。あれ、あれは選曲の天人さん、パパは何の仕事してるの？あれ、マウスピースないんだけど。どこにあったの？洗って渡せた、あ、ここに。じゃあシャドウ始めます。皆さんよろしくお願いします。シャドウ始めます。 OK ですか？金ハエさん、年金に決まってるだろう。彼女の生主じゃないんで、あんまりプライベート詮索しないでください。どうしようか。じゃあ10秒前からいきますか。10分前から。カレンちゃんさん、頑張って。10、9。あとカメラのアングル考えて。あ、顔は映してもいいけど、考えて。もんたさくらんぼさん、風邪ひかないでよ。おおおお。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、スタート。頑張ります。チョパは会社の会長さんです。顔出してます。選曲の天人さん、かなり金持ってんだな、パパ。1分30秒。
た。おまんアットマーク相互フォローさん風船をプレゼントしました。ただおまんアットマーク相互フォローさん風船をプレゼントしました。風船いっぱいありがとうございます。ただおまんアットマーク相互フォローさん風船をプレゼントしました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 。30度ですか初見でも。30秒前。ただおまんアットマーク相互フォローさん風船をプレゼントしました。キラキラ 3W。ドクトル X さん和道がモテるとわかるかっこいいもんで全てが。モンタサクランボさんファーファー。ただおまんアットマーク相互フォローさん頑張れ。風船いっぱいありがとうございます。風船ありがとう。3分やるから、あ、3回やるから、はい、おお、ドクソルさんいらっしゃい。はい、カズマさんありがとうございます。ナツさんはドツ、遅くまでお疲れ様です。ナツさんはドツ。30秒経過。ドクトル X さん実戦に出る勇気持ってからトレイ用ね。インステップのストッピング練習したかね。モンタサクランボさんパッパッ。1分30秒。ドクトル X さん、俺も持ってるから口だけやろう。2分30秒。13、12、11、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、
六、五、四、三、二、一、ストップ。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 ストかなり体力ついてる。そうですね、かなりついてると思います。リクオリスナーさん、右のパンチやばいね。ふわふわふわ、すごい。仲良くしてくださいね。全局の天人さんパパは何の会社経営してるの？10、8、7、6、5、4、3、2、1、スタート。カズマさん助言しただけだろ、うるせえよお前。ゴンタサクランボさん、カズミチさん、ファイティング。ドクトル X さん、覚悟できてんだろうな。お前最後だぞ、消えろ。わかったな。モグラさん、嫁初めて見た。選曲の仙人さん、笑われてる。1分経過。仲良くね。仲良くね。仲良くね。喧嘩はダメだよ。暴力はダメだよ。お久しぶりです。さあ、飲んだレガストグローブとオイヘッドギアつける。よろしくね。はい。喧嘩ダメよ。喧嘩ダメよ。みんな仲良くね。俺望んでないよ。リスナーさん同士の喧嘩。仲良くね。
ありがとうね、ドクトル、いつも応援。大好きだよ。あつしさん、どうも。そうそう。みんなの代わりに俺が戦うんだから。ブロックするよ。頑張ります。頑張るよ、カレンちゃん、ありがとう。いや、俺配信業で食ってるけど、ゾウさんに食わせてもらってないよね。ありがとう、みんな。みんなありがとう。あ、分かった。次、警告だけ。次 NG にする。次なんか、やっかんだら NG にする。俺見てないから、そのコメント。ごめんね。次なんか言ってたら NG にするから。3分か。あ、そうなんだ。いやいや、まあ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 。喧嘩やめよう。うん。喧嘩しても意味ないし、何も生まれないから。みんなで楽しもうよ。ねえ。せっかくの人生一回なんだから。じゃあ、今からのディフェンスの練習します。うん、いいよいいよ。みんな愛があるんだから。やめよう、喧嘩は。うん。仲良くしよう。いきます。のんちゃん、じゃあ、蹴りとパンチ。俺は反撃しないから。本気でやっていいよ。あご、あご、あご。蹴りをね。練習を皆さんで見守ります。イカンクサインさん、お母さん違うので。モンタサクランボさん、タバコ休憩しましょう。小倉さん配信者の中で一番練習頑張ってる感じがする。アツシさんはノーさん頑張ってくださいで OK ハンドサイン。ドクトル X さん、よろしくお願いします。カズマってやつは頭おかしい。中ちゃんさん、これきつそう。伊藤リスナーさん、カズミチさん、素晴らしい。新安兄さん、ドット、おーおー、拍手は大路1の2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 。マサトさん、ファイト。メガマよく、ミキさん、それを言ってはいけませんよ。みんなで仲良くしましょうよ。イカンクサインさん、お母さんのパンチショットがやばいでしょ、わら。抱きつくからね。防御しかできないから、俺。ドクトル X さん、カズマってやつ、災害にしとけよ。大人げないし、恥ずかしいぞ。ドクトル X さん、わかりました。ご迷惑をかけしました。イッツさん、同人虐待で通報しました。カズマさん、いい彼女さんだな。カレンちゃん、男彼女さんも大変だ。より大きい、より小さい。よく、リキさん、みんなで仲良くしましょう。金州さん、やめろって言われてまだ言い続けてる時点でこいつがブロックだろ。 W 中ちゃんさん、虐待わらわら。キクオリスナーさん、彼女さんも素晴らしい。ドクトル X さん、はーい。カズマさん、皆さんすみません。ドクトルはシカトします。痛えわ。
いや、のんちゃんの5発ぐらい食らったわ。じゃあ俺3分シャドウやるから、のんちゃん3ラウンド休んで1分。これはきつい。サバさん、そこら辺にいる男に頼めよ。あー、きつい。1分ね、休憩。今の4ラウンドね、覚えといて、のんた。よく、敵3ピンター、落ち着いてください。そこら辺に頼むのが常識ある行動だと思う？自分だったらできるの？それ。すいません、僕のこと殴ってくださいっていうのが常識的な大人の判断だと思う？違うでしょう。冷静になりなよ。頑張るよ、ありがとう。5ラウンド目。1分。すぐに飲んだ。もう一回。助言はいらないですよ。いつから僕のコーチになったんですか？いつから俺のトレーナーになったんですか？コーチいらないですよ。コーチいらないです、僕の枠には。
僕のコーチはゾルフさんなんで。ノーネームアットマーク魂道具に三下さんわら。タバさん脇柄空き。アツシさんもう少し膝を柔らかく使ってくださいね。のんちゃん、グローブ。1分休憩終わった。あ、20秒ね。よく1匹、さんまたみんな喧嘩みたいな人いますよ。アツシさん熱くなるのもやめましょう。いないでしょ。僕の、コメントで強くなると思ってないんで。はい。準備できたらお願いします。はい。いい、参加かと落としは。アブ、アスタリスクさんまで別れたんじゃないの。カエルさん今来ましたが不穏な空気でしょうか。はい、イカンスサインさんまたお母さん使う。かわいそう。よく、リキさんまたゆっくり来ます。そうだね、前蹴りめっちゃ使えるね。中ちゃんさん、わら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 。疲れるでしょ。僕はテルジャンピンですね。水ちょうだい。いいよ。伊藤リスナーさん、鉄のガード。中ちゃんさん、水どうぞ。疲れるでしょ。やばい。分かった。俺の苦しみ分かった。動けない。うん。いい運動になるでしょ。お疲れ様。おう。
3分。はい。7ラウンド目。はい。はい。みかんつたいんさん、お母さんマスクしてて、行き上がってないじゃん。すごい。中ちゃんさんも、あつしさんはどうさん頑張ってくださいね。9、8、7、6、5、4、3、2、1、スタート。イケメンさんてるチャンピンわらわらわら。生徒会長、サンノンさん頑張ったからこれあげる、バーガー。タバさんてる、今ホッとしてるだろうな。東京先輩、アットマーク、タチヒコさん、明日のドレさんとの練習は彼女さんも来るのですか。モグラさん、カズミチさんの成長速度にびっくりする。ロングで休憩、はい、ちょっとタバコ吸ってくる俺、はい、今7だよね、うん、オッケー。のんさん、米騒いで、はーい。あ、応援してくれる人よかったらフォローお願いします。お願いします。のんさん、ジュースこれで買いな。なんか買いたいでしょ。自販機あるから。ちょっと7ラウンドなんで多めに休憩取ります。小倉さん強そうだよな。じゃあちょっとタバコ吸ってくる俺。パッパッパー。英雄さん、和道優しいね。イエーイ。父さん頑張ってるね。ジュース買うぞ。父さん、タバコ W。イカンクサインさん、タバコ吸うって、W やめた方が。うん。侍さん、タバコプアップアップ。
パッパしてまーす。坊さん遊びかタバコ吸うとか。パッパ。イケメンさんてるチャンピンってトレーニングしてんの。バラ。てるチャンピンはどうでしょうね。てるチャンピンも頑張っていると思います。腹筋も鍛えましょう。もぐらさん試合1ヶ月前とかは吸わないんじゃね。試合1ヶ月前とかは、あ、そうなったら吸わなくなるかもしれないけど、よかった。島さんポカリは鉄板。ポカリ。東京先輩アットマークタチュヒコさん、明日の練習は彼女さんも来るのですか。明日の練習、東京先輩。明日行けたら行きます。イケメンさん香川好きなんだわら。香川プロ龍一。あの絶対そのボンって強く当てないから、こう払うから。今からやめた方がもっと心配機能高まる。動けないでね、コンクリだから。いやー、怖い。あの距離測るためにジャブ打つから、絶対当てないから。あ、当たるけど、あの軽くだから。日焼けでポンってやるだけ。イケメンさんなんか変なの湧いてきた。まあいいよ。英雄さんのんちゃんに優しくね。もちろんもちろん、絶対怪我させないですよ。ディフェンスの練習なんで。じゃあ行きます。いいさ、のんちゃんは攻撃していいから払うからね。俺カウンターもらっちゃったよ。まあ、ダウンしてた俺。マサトさん、のんちゃん今日
本気で殴れよ。アシュラマンさん病気だな。アニカさん小人プロレス。カエルさん危ない。コウさん奥さん遠慮してるね。そうね、ギルバージュさん筋敵はよ。いや強いよ。何発か一回クロスカウンター1個入ったよ、バチーンいったよ。他にちょっともらうね。奥さん遠慮してないよ、本気よ本気ねえ。奥さん強くなるね。おっちゃん感想をどうぞ。やってみた。123のんさんグローブにマスクでガードかからなかったつもり。ありがとう。カレンちゃんさんグタグタですね。のんたんグローブにマスクでガード下がらなかった。すごいすごいね。意外と運動神経いいんだよね。疲れた。ねえ、いい動きだったよね。ねえ、みんな褒めてるよ。やったいい動きだったよ、本当に。殺しちゃう。死んじゃう。奥さん和道の水拳の真似が一番えがった。水拳の真似できるよ。やろうか、俺の水拳。おい、てるちゃんぴ、お前が一番強いと思ってたら大間違いだぞっつってこうやって俺の水拳、ジャッキー・チェンから教わったやつがあるからそうね、ジャッキー・チェンのやつは膝がこうぐねるんですよ。 123WWW カレンちゃん、サンマスクがかなり体力削ってますね。より大きいより小さい。ユバーバさんいいね。ブーブラブラブで そうなんね、マスク全然取ってもいいけど夫婦ラブラブですよね、なんちゃやる気もんま、タバコ吸ってきな、いいよ。ちょっと雑談してるから楽しいね。でも実際殴られるとやっぱ練習になるわ、全然違う。ランニングは20分やってからですね。ランニング20分、ストレッチ20分。で、毎日10ラウンドぐらいやってますね。キッズ？何キッズって。試合でやる？枠かな？全然やるけど。水拳やる？パフォーマンスで盛り上がるかな？酔えば酔うほど強くなる水拳。キッズって何なんだろうね。アツシさんはどうさん頑張ってますね。いやいや、弱いから頑張るだけですよ。強いやつは練習する必要ないんですよ。それが僕の持論です。弱いからやるっていう。弱いから練習する。
子供？ああ、子供はできないんですよ。試合頑張ります。僕とノンタニア。あ、ドレさんどうも。実はドレさん対策で明日、ちょっと僕、一週間練ってるやつがあるんで、明日、ドレさんとのスパ楽しみなんですよ。僕ちょっとドレさん対策してるんで、楽しみにしててください。ちょっと、うまくいったらドレさん、お、分かってきたねって言ってくれると思うんで。ですね、新木場ファーストリングですね。新木場ファーストリングといって、300人ぐらいのところですね。こんな感じです。はい。もう、詳しく知りたい人は、僕のツイッター見てください。僕のツイッターに、このね、URL、全部、詳細書いてあるんで、ブログがあるはずなんで、ここに出場します。手頃っていうイベントね。ぜひ見に来てください。6月の10日です。6月の10日ね。お願いします。わからなかったけど、ノンタンと仲良しでよかった。ノンタンのこと俺嫌いになってないってずっと言ってるじゃん。カレンちゃん、3フォローします。あ、フォローありがとう、カレンさん。ありがとうございます。沖さん、左下の朝鮮人みたいなの石川ですか？朝鮮人みたいなの？あ、石川のりゆき解説ですね。石川のりゆきさん解説で入ります。はい。一番左ね。で、桃七が歌を歌って、新八丁とナーボーも歌を歌います。ラウンドガードルはルルピララピ。で、実況 TJ さんですね。うん。僕のツイッター見てみてください、詳しくは。僕は第2試合になりました。よろしくお願いします。フォローよろしくお願いします。お願いします。さて、殴られるか。ノンタン帰ってきたら殴られます。飛び入りさんか。一番かっこいい。何が？ポスター？うん、ありがとう。ちなみに明日スパーリングがあるんで、スパーリングっていうか合同トレーニング、僕ドレ深夜食堂さんに教わってるんで、参加したい人はぜひ問い合わせください。やる？もうダメです。ラストやだ。のんちゃんがリタイアです。のんちゃんの体力つきました。ありがとう、ありがとう。もえちゃん、一人行ってくれば。うん、大丈夫。のんさん、3ラウンド、きついでしょ。うん、のんさん、おいで。みんな、お疲れって。お疲れ様でーす。うん。のんさんは、もう、ダメだそうです。疲れた。あと2ラウンドでは、シャドウやって終わりにしようか。はい、カレンちゃんさん、ゆっくり休んでください。あっさりうんがー。うんぎー。じゃあ、お願いします。アルさん、ノンタン、久々久しぶり。あ、どうしよう。10 9 8 7 6。カエルさん、お疲れ様でした。あと、後ろ向いて、この順っていいよ。俺がやってるよ。4 3 2スタート。アツシさん、ノンタンさん、お疲れ様です。お疲れ様です。中ちゃんさん、オーと。30秒経過。
した。もっかさくらんぼさん、もうすぐ2時前。ああ、もうこんな時間だ。早い。タックさん、なんでスローモーションで放送してるの？アルさん、やっぱお二人さんお似合いです。2分経過ああ、花火ありがとう。いちいさん、花火ありがとうございます。応援ありがとうございます。花火ー花火ー花火ー、花火ー花火ー花火ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。最後練習させ近くに行くぞ。もったさくらんぼさん、どんちき。打たなくていい、打たなくてよくて抱きついてきて、あの相手のね、こう南狩りアットマーク宮崎神さん、総合家市川のミッチーさん、初めてあげたわわら。でもノットは背低いからね。いや普通に構えてて、体壊したから、うん、近くにいいよ。リラックスしてていいよ。じゃあな。ありがとう。これ何回目やらせ。影の分断さん、和道はセンスないな。ワンパンで終わり。あれ？どうやってやったっけ？知らん。
違うな、モンタン背低いから分かんねえんだ。あれ、何意味ない、やり方を教えてあげるよ。じゃあ俺がこうやってやってたら、ここを脇ガシッと入れて、ガシッと違う、いかんくさい、インタン実践、それができないわら、この手を伸ばして、そう、背中で、そう、それでこっちエース、もっと押さえていいよ。そう。で、エース力こっちに回って。南仮、アットマーク、宮崎民さんの、そうしたらこう回るんだ。それで膝入れるの。ガーン。そう。モグラタンクリンチの練習か。あれどうだっけな、こっちだってできるんだけどな。敵慎吾さんと大ファンさん、あけぼのも当初こういう小細工練習してたな。こうか。リラックスしていいよ。転ばせないから。こうか。影の軍団さん1分で倒せるけどな、和道なら。ただの一面みたいになってる。ボン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 。ありがとう。最後にもう3分やるわ。じゃあありがとうございます。じゃあ3分やります。
15秒前終わり。終わり。ふありがとう。イエーイ。うん。グローブついてるからでしょ。16オンス結構重たいからさ。それでもまあ後半のラウンド10ラウンドやってさ、これくらいの重さになっちゃうよ。はい。お願いします。これこういう感じで、こっち側に裏だからこういう感じで巻いてて、裏を中側に、そうそうそう、ヒデさんパン、影の分断さん、格闘家はタバコ吸わない、君は無理、格好だけだ、お前さんで格闘家じゃねえもん、イカンクサインさん、そんなに持ちませんってわら、ガス満席をし、沖縄のダメを代表さん、タバコやめな、タバコやめないよ、俺だって別に格闘家じゃないんだから。トモニックさん、フラフラじゃん、稲光アットマーク宮崎民さん、アマチュアなの、アマチュアじゃない、素人だよ、ワンパンで終わり、ありがとうございます。ナスさん、は風船、ハート、花火ありがとう。神さん、フィットネスかなら上出来じゃない、影の分担さん、練習も意味ない、意味ないと思うのは別に応援しなきゃいいじゃん、ね、応援しなきゃいいじゃん、うん、ねえ、口だけ世界チャンピオンが多すぎるんだよ。123メッシもマロテンリも喫煙してます。俺はメッシでもバロテンリーでもねえかんな。ゴルゴさんはどっつ寝れない寝れないの、ゴルゴ、ゴルゴありがとう、バガありがとう、アイテムありがとうございます。なんかみんな勘違いしてるよね。ゴンタサクランボさん、ドンチキーねえ、ドンチキだね。俺は俺を応援してくれる人と俺のためにやってるの。俺を応援してくれてるファンの人と俺のためにトレーニングしてんの。別に俺のこと応援する気がないんだったら見なくていいから、うん、俺のコーチはドルさんだから、うん、いつから俺のトレーナーになってんだよな、笑わせんね、ほんと。俺お願いした？リスナーさんにコーチお願いしますって。人にあの物を教えんのって資格がいるんだよ。負ける気はないですね、僕は。だからトレーニングしてるわけで。おい、お疲れー。あ、本当に？よかったらフォローしていってください。応援よろしくお願いします。イカンクサインさん、腰鍛えなさい。人に何かを教えるのって資格がいるんだよ。それは誰かにお願いします、教えてくださいって言われた人だけだよ。うん、試合あるよ。なんか勘違いしてもらうと困るよね。南カリアットマーク宮崎タミさん、頑張れよ。おー、頑張れよ、ありがとう。サンキュー。コメント読んで強くなるんだったらいくらでも読むよ。コメント読んで強くなるんだったらいくらでもコメント読むよ。小鳩さん、禁煙したら勝てる。いや、禁煙はする気ないよ。試合の出場項目に禁煙って書いてあったら俺出ないもん。おー、風船200個ありがとう。サンキュー。小倉さん、真面目にやってるの、和道さんだけな気が。人の人生とやかく言うやつが好き多すぎるんだよ。なんで単純に応援できないんだろうね。頑張れって一言言えばいいだけだもんね。ああだこうだ、うるせえよ。イカンクサインさん、勘違い
ありがとう。中入れといて、突っ込んどいて。これも。ポカリどうする？入れる？タバコどこだ？南カリアットマーク宮崎奈美さん走って帰るの。走らないよ。タバコ吸う。そんなに俺強えってやつがいるんだったら試合出りゃいいじゃんね、勝手にね。ボクシングでもなんでもプロボクサーでも目指せばいいじゃん。頑張れ。俺のさんとの痛いの収まった。総合格闘技でもなんでもやって俺強えやればいいじゃん、リングの上で。よくリキさんトレーニングお疲れ様でした。おい、お疲れ。リキさんありがとね、いつも。リキさんありがとう。向こうでタバコ吸おう。相手はね、テルチャンピンです。相手はテルチャンピン。勝つか負けるかは分かんないよ、うん、それは勝負の世界だから。サブニートさん、カズミチお疲れ。お疲れ、カブニートさん、いつもありがとう。おい、サブさんはどつ？いらっしゃい。うん、頑張るよ。ありがとう。もし応援してくれる人いたら6月10日まででいいんでフォローしてください。300人限定で、新木場ファーストリングで戦います。お疲れ、カズレーザーさん、どうも。あんま関係なくないかな、統合失調症とか。モテるやつはモテないし、モテないやつはモテないよ。ガチですよ、うん。彼女もお疲れだって、のんた。はい、お疲れ様です。俺の可愛い可愛い彼女、可愛いでしょ。ファイトマネーっていう感じじゃなくてイベントっていう感じだからギャラが出る感じだね。勝った方がいくらとかじゃなくて、あのイベント代は出ますよ、そりゃ、うん。かわいいでしょ。ファイトマネーっていうかイベントの関係者に出るね、うん。かわいいでしょ。みんなのんたんお疲れだって、のんちゃん。ガウンは作んないかな。練習の道具で3、4万買ったし、うん。支援はいただいてるんだけど、ちょっと今月売り上げ悪いからね、ちょっと試させてもらう。ありがとうございます。ほんと自慢の彼女です。いや、まあだからさっきから言ってるけど、弱いやつはね、トレーニングするもんだと思ってて、一番弱いから俺は一番練習してるだけなの。強いやつは練習必要ないと思ってるのが持論かな、俺の。ありがとう、フォローお願いします、ぜひ。だってさ、強いやつなんか5万といるんだよ、この世界。トレーニングしなくても、リスナーさんにもいるもん。身体能力とか気持ちが強いやつっていうのは強いんだよ。俺は喧嘩したことないし、ずーっとパソコンでね、オタクだったわけだから、人のこと殴る経験がないわけよ。だったらやるしかないよね。うん。じゃないと負けちゃうんだもん。でしょ？勝ちたいからやるんだよ。あ、ぜひぜひ。普段雑談生主だから、雑談好きな人が多いっすね。3週間ぐらい前だけど、1週間サボってたかんな、うん。明日はね、そのドレ深夜食堂さんっていう総合格闘技20年のベテランさんに教えてもらいます。僕のコーチですね。僕に教える資格があるのはドレさんだけだから、うん。俺はドレさんに走れって言われたら走ってるし、うん。シャドウやれって言われたらシャドウやってるし、うん。ただちょっとビンはねやってないんだけど。うん、だから実質2週間毎日やってるだけかな。あ、ありがとうございます。ネオバさんありがとう。これからもよろしくお願いします。あんまない、わかんない。ただ最初の初日1分動けなかったの。3ラウンドどころか1分動けなかったのが、リスナーさんのコメントで、え、10ラウンド動けてるじゃんって。後半遅くなるけど10ラウンド動けるようになったって体力ついたんじゃねえのって言われて、あと腕太くなったって言われるね。
そうそう、別にサボってもいいし、別にこんなの素人の殴り合いなんだから練習しなくていいんだよ。なんていうのかな、別に強いやつとか、ただね、本当に強いの見たいんだったら K1 とか見に行くでしょ。プライドとか見に行くじゃん。古いかもしれないけど、空手の大会、ボクシングとか、俺らはそこじゃねえから。うん、配信者が素人が殴り合ったらどれだけ強いのかっていうのを見たいわけだからでしょ。うん、最初から見てる人はね、結構ね、いろいろアドバイスくれるよ。あ、良くなってきたよ、ワドみたいな。そう、なんか俺は格闘家目指してるわけじゃなくて、うん、このイベントを盛り上げたいだけだから。うん、まあ鼻は折るだろうね。うん、まあ別にコメントであだこうで言うのは別に構わないけど、なんか勘違いはしてもらいたくないよね。うん、別に構わないけど、右がどうとか腰が切れてないとか走れとかいろんなこと言う人いるけど、コメント読んで強くなるとは俺は思ってないからさ。うん、だからただの野獣馬でしょ。うん、俺はあんま、なんだろう、それは応援だと思ってなくて、冷やかしだと思ってるから、本当に応援してくれる人を大事にするっていうか、その人たちのためにリングの上で勝ちたいと思ってんだよね。で、一緒に泣いて笑いたいんだよね。うん、ワード頑張ったなっつって、俺らも応援してた甲斐があるよって。うん、それ以外はただのゴミだから俺にとって。俺は仲間大事にしていきたいんだよ。俺のこと大事にしてくれて、ワード勝てよって、頑張れよって、毎日走ろうぜって。うん、そういう奴らが俺は大好きだよ。うん、うん、頑張れよ、ありがとう。うん、ただそれは俺の我だからね、別に俺がそう思ってるだけであって、何かをみんなと共有したいだけなんだよ。みんなと一緒になんか本気になりたいだけだから。リスナーさんがいないと俺は大会に出る出場資格もないわけだから、逆にみんながくれたチャンスなんだよね、これは。普段みんな応援しててくれてた人がいて、で、あ、ワトそこそこね、まあ中堅どころっつうか、まあ100人ぐらいは閲覧あるから出させてみようかって弁当太郎さんが判断してくれるわけじゃん。これが過疎の過疎でさ、格闘経験なかったら出させてくんないわけよ。俺はみんなのおかげでリングに立てると思ってるから、俺を支えてきてくれたみんなのおかげでリングに立てるわけだから、俺はその人たちのために戦うよ。うん、うん、愚か者であれ飢えていろって。うん、戦う理由はそれだけでいいんじゃないの。うん、こんな経験できないわけじゃん。みんなさ、ボクサーとかに憧れるわけだよ。男の子だったら K1 見て熱くなるんだよ。でもリングに立てる人間っていうのは本当に一握りで、本当に努力した人間だけなんだよ。だけど便所さんがこういう機会を用意してくれて、300人のお客さんが集まるんだよ。そう、それは3年と8ヶ月配信頑張ってやってきたことがやっと報われたわけだから。そう、俺はまだまだ配信者として上に行きたい。正直閲覧ももっと稼ぎたいし、収入ももっと1億円プレイヤーになりたいと思ってる。そう、そのためだったら俺は命張るよ。うん、彼女47歳だよ。うん、かわいいよ、大好き。で、あとは彼女にメダルを首にかけてあげるね、なんて、金メダルあげるから。俺30、今年2だね、もうすぐ2。試合終わったらトレーニングやんないよ。ただ第2回呼ばれるっていうのを確約したら、便所さんが第2回やるっつって、ワド出てって言ったら俺は断らないよ。また練習再開する。うん、まあ、結果にもこだわるけどね。知った？のんちゃん、吸い終わった？うん、あ、いいよ。もうすごいよね、かっこいいよね、みんなすごいよ。ストップしたりウィリーしたり、
素敵だね。すごいね。スポーツマン。すごいよね。あれは自転車じゃないとできない。サメさんの一個下ですね。学年的に言ったら。関慎吾とか、柴田とか、野田造りとか、石川紀之がためだね。当たり年なんだよ。いやでも配信つけなかったら練習する気になんないから、俺配信者だから。うん、小松さんありがとう、頑張るよ、ありがとう。中島みゆきのファイトっていう曲聴いて。そう、戦う君の歌を戦わない奴らが笑うだろうって。俺のこと笑う奴らは戦ってない奴だから、うん、好きに笑えよ。俺は戦ってる奴が好きだから。弱くてもボロボロになって毎日仕事頑張ったりね、自分の夢追っかけてるやつバカ野郎が大好きだから。戦ってるやつを俺は笑わないから。ラブラブだよね、うん、ねー、 あぶつかっちゃったありがとうね、すごい練習になったよ、うん、ねえ楽しかったよねサメさんとね いい運動になったわ。明日またボコボコにされるよ、ドルさんに明日またフルボッコですよ。3週間じゃ歯が立たない、ね、そりゃそうだよな。ドルさんなんか毎日本気で鍛えてプロとやり合ってんだもん。すごいよね。俺のヘタレパンチじゃないかんね。みんなありがとね、いつも応援してくれて大好きだよ。帰ったら雑談やります。ドレさんの訓練、ドレさんでよかった俺は、うん、ドレさん大好きだよ、うん、ドレさんにお願いして本当に間違いなかった。ドレさんがドレさんから教えていただいたことは全部理にかなってるから。いやアンチ消えたっていうかさ、適当なんだよアンチなんか。応援する気ない冷やかしだから、あんなのほっといていいよ。自分のやることなくて人のことああだこうだ言うだけでしょ。そう、何か戦ってるやつは戦ったり努力してる人間のことあざ笑ったりしないから。そう、人のことバカにするやつっていうのは自分がろくな生き方してない証拠ですよ。みんな必死になって頑張ってるんだよ。生活保護返せば、俺生活保護もらってないよ。もうもらってないですけど今年の1月1日からもらってません。そうそうそう、でしょ。俺は俺のこと慕ってくれる人をさ大好きだから、大切にしていくだけだから、ネットでもリアルでも。あれ500円玉どこやった。こんなんだった。ヨーグルトドリンク飲むわ。タンパク質取らないと。俺は糖質無職だ。俺プロ配信者ですね。配信が仕事です。誰とも比べてないよ俺は。誰かより強くなりたいとか思ってないよ。うん、昨日より強くなりたいだけだよ。筋肉痛なるなる、毎日筋肉痛だよ。うん、日曜日の後は怪我するし、毎日筋肉痛ですよ。それはまあしょうがないよ。うん、みんな怪我しながらやってんだから。ねえのんちゃん、でも足太くなったって言ってくれたもんね、マッサージしてくれた時。根性っていうか、まあ自分がやりたいとか自分がやるって決めたことに嘘をつきたくないんですよ。そう、口だけのやつって5万と見てきたんで。そう、やるって、普段適当な人間でクズですけど、僕はやるって決めたことは最後までやるって決めてるんで。
やるって言ったら勝つか負けるかは分かんないですけど、俺はやりきるって決めてますね、うん、自分がやりたいと思ったことだから、そこに嘘ついたら負けだと思ってるんで、うん、これはね、新宿で一番でかい公園で、中央公園ですね、西新宿で一番でかい公園です。修行だと思ってないよ、うん、自分が選んだことをできてるんだから最高の人生だよ。ほんとね、新宿の中央公園ですね、西新宿です。歩いて5分なんで、ここが、ここだとあのでっかいからあの迷惑がかからないし、小さい公園だと住宅街とかなんで、そう、本当はねジムとか通いたいんだけどお金が高いんで、俺はお金かけないで強くなる方法を自分で考えてできることやってます。うん、あ、よくスパーリングやれとか、一人でやって強くなんねえとか、鏡があるところでやんない、シャドウなんかとか、いろんなこと言われるんだけど、そんなの分かってんだよバカ野郎って思うね。そう、金払ったら何でもできるじゃん。そう、俺だって鏡の前でシャドウやりたいし、サンドバッグ叩きたいし、ミット持つトレーナー欲しいし、その貧乏な中で、その中でやるっていうのが俺は本物だと思ってるから、そう、やめる言い訳をしたくないのね。やらない言い訳をするよりもできることをやる。で、そしたらリスナーさんが僕やりますよとか、練習日いつですかとか言ってくれて、あとドレさんもコーチやるよって、タダでやってやるから一緒に頑張ろうぜって男気で言ってくれてるんですよ。僕はそういう関係っていうのは、そのお金でつながってないから、あの男気だと思ってるんですよ。そういうのって絶対、そのなんだろう、ドレさんに何かあったら、俺にできることあったら俺もやろうって思うし、それが本物の友情とか仲間だと思ってるんで。俺は新宿に住んでますよ、うん、そうそう、金がなくて何、金があって何かをやるって言ってるやつは金あっても何もできないんだよ本当に。あの何でもやっちゃうやつっていうのは金がなくても努力するやつだと思ってるから、俺は金を言い訳に練習サボりたくないんだよね。やめる理由なんか、練習サボる理由なんか毎日出てくるよ。今日だって喉痛いし、風邪ひいてるし、筋肉痛だし、そう、走って勝つか負けるか分かんねえけど、でしょ。やめる理由なんか5万とあるわ。でも俺は口だけになりたいから、ただひたすら走ってるだけだよ。うん、嬉しいよ。うん試合も重要だと思いますが、その過程も大切かなと思ってます。俺はね、あえてなんでそのトレーニングを配信でぶん回してるかっていうと、やっぱ弱いやつが勝ったら感動できると思ってんので、俺が一番弱いと思ってるから、そう、だからみんなに弱いやつが噛みついたっていうのを見せたいんだよね。そう、俺には無理だって。例えばさ、みんなさ、31歳でさ、スポーツやったことないさ、オタク気質のおっさん、そう、のイメージしてよ。31年間スポーツやったことないって。で、24歳の J リーグからスカウトが来るようなスポーツマンと、ね、殴り合えって言われたら怖くない？そう。絶対怖いんだよ。俺だって怖いから。身長一緒で、体重は俺の方が重たくなってるけど、今。そう。だから、そう、強いやつが強いのなんか当たり前なんだよね。弱いさ、あの、口だけだと思ってたやつが、一矢報いるのが見たいわけでしょ、みんな。そう、9層猫を噛むをやりたいんだよ。そこに感動があると思ってて、俺もなんかできるかもって思ってもらいたいんだよ。俺も頑張ったら、なんか一発ぐらい、人生一回ぐらいなんかあるんじゃないかって。ちょっと、ジュース買います。あ、飲んだ。カメラ回ってるからコンビニ行けないからさ、うん、そこにいるから、いちごのヨーグルトのやつ買ってきて、あとノンタンもなんか好きなの買って。こんばんは、なめのこさん。一本でいい。あ、俺のこと笑う、笑いたきゃ笑えって感じだよね。うん、そうだね。ただね、多分ね、アドレナリン出まくって緊張もするしね、多分カッカカッカすると思うんだよね。
努力家ではないけど、別に努力だと思ってないから、俺努力大っ嫌いの、自分のやりたいことしかやりたくないから、俺はただ自分がやりたいから走ってるだけで、努力家じゃないっすよ。金持ち応援できない。いや別に金持ってようがすごい人はすごいよ。金持ちになる人ってやっぱ努力家だよ。まあはい、一人の時はねこうやって画面を真っ暗にするね。うん、音切ってね。ストイックかな、どうだろうね。不器用なだけだと思うけど、器用じゃないですよ。もし僕の考え方、まあ堅苦しい人間ですけど、もしそれでワドにちょっとでも共感できるとか、じゃあお前の試合見届けるよって思ってくれた人は、ぜひフォローしていただけると嬉しいです。うん、ノンタンも飲む、一緒に飲もう、あとで飲む、帰ろう。ノンタンに買ってもらった、ヒゲ伸びだよ。そう、少しでもじゃあお前のやってること見届けるわとかさ、じゃあ試合当日まで様子見るわってなったら、フォローしたりしてもらえると励みになりますよ。一人でも多く、そう、フォロワーの数が俺のパンチ力だから。ああ、どうもどうも、ぜひ見に来てください。ただチケットね取れないかもしれないから、争奪戦だから、本気のリスナーさんしか来れないですよ。俺は応援してもらってねなんぼだから、可愛がられてなんぼの人生だから、応援してもらえると嬉しいっすよ、やっぱり。それで生活してるわけだしさ。試合はね俺配信禁止なんだ。俺の枠ではなくて便所太郎さんの枠で流しますね。主催者の枠です。なので、もし俺の試合見てくれるっていう人は、この便所太郎さん主催者のツイッターフォローするか、ツイキャスとかふわっちとかフォローしておいてください。あくまで僕は選手なんで、馬ですよ、馬。馬券のことについて問い合わせるんだったら JRA に問い合わせるでしょ。便所太郎さんに聞いて。そうそう、あ、でもね、仏教と格闘技って実は一番精通してるんだよ。だから少林寺拳法が生まれた背景っていうのは実は理にかなってるんだよ。いや、邪心を捨てて一個の目的のためだけに追求するでしょ。仏教だったら悟りで、格闘家だったら、強くなるっていう最強。だからね、少林寺拳法って要は武道家の思想もね全部宗教と関連してるんだよ。そうそう、似てるんだよ。チケットですが前売り購入できなかったら当時立ち見販売だそうですね。立ち見の販売はいくらかまだ決まってないんだけど、まあ多分売り切れるだろうね。300席もう100席前売りチケット、手売りのチケットはさばけただから1分で完売しちゃって。だから格闘家のそのトレーニングと修行僧の禅ってすごく似てるらしいよ。だから要は簡単に言うとエンドルフィンとかドーパミンとかノルアドレナリンとかをコントロールするわけじゃん。だからスポーツ選手もそうじゃん。僧侶はね禅であれを脳内苦行とかでさコントロールするわけですよ。だから実は関連性がすごい深いの。この後雑談枠やりますけど、見に来てくれる人手を挙げてください。引き続き見ようかなと思ってる人。ありがとう、なみねこさん。 DVD 発売だからね、その工業的なことに関しては俺はわからない。俺はその今回放映権がないから、だからその自分の肖像権を売ってるんですよ。でリングの上で殺し合いしようと、で死んでも文句言うなよっていう誓約書。そう、オッケーオッケー、稲川さんどうも。あね、それは分かんないですよ。それは聞いてもらわないと。便所太郎さんに DM 送ったら対応してくれるんじゃないかな。分かんないけど、分かる部分は俺が説明するけど、分かんない部分は分かんないですよ、正直。
寒い。蹴りは正直として肘膝がきつい。まあ当たったら死ですよね。一発でもらったら危ないのは肘膝ですね。うん、明日早いね。うん、おやすみね、おばあさん。総合、俺はムエタイだけどね、寝技はないけど。そこがラッキーなところっすね。死っていうか死んだ方が楽だったぐらい痛い。まあそうだよね、ボディは地獄の苦しみって言われてるからね。意識がはっきりとして苦しいっていう。パンチは気持ちいいらしいよね、あの伸びた時は。のんちゃん、じゃあ鍵開けていい？ありがとうね、のんちゃん。うん、助かったよ。シャカが元気になってねえ、ご飯食べてくれたらいいけど、シャカ。うん、あ、気づいたらマットか。え？体力ないよ俺。俺は最初から倒す気満々だね。締め技なしなし。締め技はないよ。首相撲っていうのはあるんだけど、ムエタイだから。今日やってたでしょ。相手の首取って回すってやってなかった。見てた、飲んだんと。あれはあり。心配だね、ちょっとね。ムエタイってミサンガみたいなのつける。あれはもともと、はいはい、パン食べる。うん、対戦相手決まってるよ。俺は決まってる、決まってる。テルチャンピンっていう人だね。対戦相手決まってなかったらきついっしょ。テルチャンピンっていう24歳のスポーツマンだね。シャワー浴びたいけど俺は配信が仕事だから。テルチャンピン、テルチャンピン。相手はスポーツ選手抜群、運動神経抜群って感じかな。うん、サッカーで、なんか J リーグからスカウト来てたらしいよ。それくらい、24歳で。だからもう体力はもう完璧に負け。うん。そう、運動神経、反射神経、体力とか全部負け。だから絶対負けるって言われてたの。最近トレーニングしてて、あれ、ワド勝つんじゃねえのって最近言われるようになったけど、テルが練習してなくて。それまではずっと負け格って言われてたんだよ。すばしっこいよね。運動神経めっちゃいいよ、テルは。普通に強いっすよ。正直言うと怖いよ、やっぱり。相手は体力あるでしょ。ていうかさ、冷静に考えて31歳と、24歳だけでも不利なんだよ。それはわかるじゃん。24のやつと殴り合いで怖いでしょ。で、さらに相手、スポーツマンだよ。
うんとね、ちょっとね、ポスターの写真が面白いんだけど、なんか、カマセイヌの外国人ファイターみたいなんだよね、テルザンビ。見て。私、国のために水欲しい。私の国、水ない。私、戦う。ワドを倒す。ワドを倒して、国に水道を引く。私の国、とても貧しい。日本に夢ある。日本で掴むっていう。なんなんだよ、この顔。美味しすぎるだろ。みんなちゃんとさ、こんなかっこいいポスターなのにさ、一人だけさ、外国人ファイターみたいなのいるから。なんだこの顔、ずりーよ、こいつ。ベトナム。ベトナム。そのこのカードは絶対美味しいよね。ずるいよこいつ、香川さんの宣伝やめてください、うん、ちょっと本番っぽい、うん、女子はビッグバンガールって160キロの女の子と里見さんの首、あの女相撲だね、うん、相撲です。あのんたんリップクリームさ結構使わせてもらってるからこれ、うん、マセリン、うん、あの買ってきたから、はーい、うん、え、もう一個あるの、もう一個ある、ここにある、うん、そこに置いとく、それは、はい、これ切れたら、怖えよ正直。テルジャンピンの動きあるけど見る？あーそっか、ツイッターか、今ちょっと今はキャプれないか。あれ知り合いって視力悪くても出れるのか。だあごめんちょっとね今ねないわ。あの今携帯の回線だから重くて見れない。申し訳ない。後でやるよ。明日とかもやるし。うん、まあ明日は多分稲子さん面白いと思うよ。その総合格闘技20年の人に教わるから、毎週日曜日時間もらってるんですよ。だから超上手い人が、選手で、あの、どれの深夜食堂さんっていう人なんだけど、これが一番すごくて、みやびさんっていう人はキックボクシングずっとやってるおっちゃんで、腕が違うでしょ、みやびさん。で、どれの深夜食堂さんも、あの、ヘビー級のガチマッチョだから、総合格闘技20年の。うん。ぶん殴り合いですよ。その人が俺のコーチなの。うん。キックありだから、ちょっと違うんですよ、ボクシングと。俺は本当はボクシングルールがいいんだけど、ボクシング好きだから。だけどね、キックが入るとね、前傾姿勢になれないんですよ。だからちょっとね、なんつうんだろう、前のめりになれないっていう。もっとボクサーってちょい前傾姿勢なんだよね。俺は畠山が好きですね。相手は、ドレさんの対戦相手は、みやびさんっていう人ですね。俺はみやびさんと絡みないんだけど、今度記者会見が23日に、あるんで、その時に初めて会います。キックもかわしやすいのでアウトならだけど。いや、アウトボクシングでも全然違うと思うよ。間合いが違うから、キックは。床技なしです。それの動画見たけど、モヒカンにしてた当時と随分変わったなと思った。そう？うん。のんたんパンとかお腹減ってない？パンあるよ。美味しいパン。じゃあ、炭水化物が一番多いヨーグルトドリンク飲みます。ちょっとわかるか？うん。ボクサーはやりづらいと思う。うまいよね。これ飲むとドレさん怒るんだ。また甘いの飲んで、ワードお前太る気だろ、つって。うん。お前の握ったおにぎりなんかいるわけねえだろうが、ふざけんなよ。何が応援におにぎり持ってこうかだよ。ふざけんじゃねえよ。お前の握ったおにぎりなんか信用できるかよ。絶対食わねえかんな。舐めんなよ、ほんと。おやすみー、モンタ。猪木戦法、反則だわ。戦う気ねえだろ。うん。運動の後は何でも美味しいよ。うん。飲んだらシャワー浴びんなら浴びていいかんね。うん。言ってよ。あの画面真っ暗にするから。いきなり入らないね。バンになったら最悪だからね。あ
アングル変えると。アングル変える、いや、あの今あのなんつうのあれ入れてるから、あのすぐ変えられるのよ、うん、ワンクリックで変えられる、うん、ええー、じゃねえよ、のんたの裸見たいの、うん、でっかくなったよ、おっぱいボインだよね今、うんうん、ボインボインだよ、うん、ね、太ったよね、のんちゃんもね、うん、そうだね、筋トレっていうか、まあスポーツ後にタンパク質を取るのは基本らしいね、30分以内に。簡単は教わってるけど、あのパリングからのカウンターに近いかもしれない。要は相手のクロスカウンターじゃなくてフックの、俺が教わってんのはそう、パリングと同時に、相手にジャブ合わせるっていう、その相手が嫌がる牽制のカウンターみたいな。勝てそうか。いや、毎日不安だよね。うん。毎日不安だよ。そうです。だってやってみねえとわかんないじゃん。なんか、申し訳ないけど、俺の方が勝つとか、嫌いなんだよ。なんか、俺の方が強えとか。口だけのやついっぱいいるじゃん。嫌なんだよ、そういう生き方したくねえから。視力悪いっすね、乱視ですね。そうそう、ブロックしながらっていうか、その相手がこう来たやつを、これをそのパリングでこう押さえるわけじゃないですか。これもうパリングできるんだったら被せちゃえっていう、上からこう持ってっちゃうっていうやり方っすね。はい、右ストレート来たらもうそのままパンって被せてボンっていくっていう、うん。ただ、その、俺の場合、その対戦相手っていうか、なんつうの、相手がいないから、だから今日、ノンタンに初めてやってもらったんだけど、うん。ノンタンにね、それをやるわけにいかないから、うん。ノンちゃん死んじゃうから。ノンちゃん普通に運動神経良くて、3発、4発いいのもらったよ、俺。ねえ、ノンちゃん、当たった感覚あったでしょ？うん。うん。うん、いや、まあ、やってなかったら運動不足になりますよ。うん。キャンピン行けなの。キャンピンは俺、一回そのパルパルぶん殴った時に喧嘩止められたことだよ。ワドさんやめろよ、やめろよ、つって。強かったよ。腕の力も体幹も良かったよ。で、俺がパルパルぶん殴ろうとした時に飛び込んでパンチ止めたから、反射神経もいいね。びっくりしたもん。だから、前評判だと、パルパルの勝ち、あ、パルパルじゃない、あのチャンピンの方が 100% 強いっていう、あ、ゆらちゃんいらっしゃい。で、最近トレーニングし始めて、なんか毎日こんだけ頑張ってんだからワドが勝つだろうみたいな流れになってるだけ。パンチ止めたよ、飛び込んできて、うん、横から。もんちゃん多分分かってない、何が、うん、うん、なんか喧嘩慣れしてるんだよ、簡単に言うと喧嘩慣れしてる。うん、チャンピンと俺仲いいんだよね、普通に。カウンターしてくるだろうね、多分ね。うん。だからガード上げない訓練、ガード下げない訓練ずっとやってんだけど。俺は運動神経ないから。そうだね。もう俺は本当に殺す気でやるっていうか、比喩表現で言ってるんじゃなくて、レフェリーが止めてくれるわけだよ。で、リングの上で本気でやっていいわけだから、殺していいわけなんですよ。で、止めなかったら止めないにレフェリーが悪いんだから、殺す気でやるのは当たり前だから。だって相手だって殺す権利あるんだから。でしょ？殺し合いでしょ？俺は、もう殺意だけは持っていこうと思ってるよ。うん。殺す気でやるよ。うん。キャンピン全然コラボするよ、こっち来たら、うん、いや、ボクシング力いらないですよ。ラピオカじゃないよこれ、ストロベリーヨーグルトドリンク。これが安くてタンパク質多いからこれよく飲んでる。これね、タンパク質この中に 7.2g 入ってるから、うん、カウンター怖いよね。
なんか素人の人はさ、重いパンチとかパワーの乗ったパンチを打とうとするけど、ボクシングやっボクシングやってる人ならわかるけど、コンパクトにコンボとインパクトとスピードなんだよ。で、一番大事なのはインパクト、スピードがパッって乗って、そのパンっていう、そのなんつうんだろう、ここをポンってこうガッていけばいいだけだから、スピードが一番大事なんだよ。コンビニサラダチキンね、イメージするとドーンっていうのじゃなくて、ボンボンってバスケットボールのこうボンってぶつける感じだよね、顎先に。パンチの痛みは ボクシングボールぶつけた、あのバスケットボールぶつけられた時にすごい似てる。超痛いですよね。そう、インパクトの瞬間の握り込みでだよね。あ、ダメだな今。彼女寝てないよ、後ろでジュース飲んでる。バスケの投げる時の手の動きがジャブに近いからね。おお、でもスポーツは精通してますよね、どれも。でもこんなに握り込まないんだってびっくりしてるんだよね、空手やってた身としては。タンパク質が筋肉すべてだからね。今腕こんくらいですかね、光で飛んでるから見づらいけど。あ、そうだね、バスケット、そうだよね、あのピポット使うもんね、あれ全く同じだもんね、センターの動き、ピポット、ボクサーピポットだけで動くもんね。だからそのボクサーのあの足が疲れるっていうのは意外だった。空手はね、あの習い事程度にしかやってないから本格的にやってないんだけど、蹴りはね空手のおかげでなんとか。体重は増えてるけど体は締まってるよ、もちろん、もちろん。なあ、グラップラーはバキ風に言うとあれだよ、痩せたよ、でかくはなったけどねっていう、あのセリフだよね。まだね腹が引っ込んでないから、腹引っ込んだらね結構動けるようになると思ってる。腹だけダメなんだよね、腹だけ。あとは腹絞り込もうと思ってるよ俺は。まあ結果が全てだからさ、結果見てよ、みんな結果見てください。僕の、そうだね、自重トレーニングが一番いいんじゃないかっていう、そのグレイシー柔術のヒクソングレイシーがそうなんだけど、筋トレっていうかあれやらないんですよ、機械マシントレーニング、懸垂とか腕立てとか自重、自分の体重を使ったトレーニングだけやるの。ダイエットじゃなくて大会に出るんですよ、試合に出ます。これでーす、インターネット配信者格闘技さんね。ダイエットは全然する気ない、太ってても別にかっこいいやつはかっこいいし、モテるやつはモテるから。お前コメント欄荒らすなよ、バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう